池田大臣作、色紙箱、明治時代、19世紀後半、ウォルターズ美術館像、池田大臣、明治36年3月7日は、幕末から明治にかけて活動した、執行家、牧江氏。柴田世信の一番弟子と言われ、詩譲りの伝統的な器物に、江戸趣味を加味した作品を得意とした。三河国西大藩士、池田慎五郎の、 第五子として、江戸赤坂で生まれる。陽明は七五郎。幼少よりがお好み、1835年11歳で、柴田瀬神に入門。以後25年近くない弟子として過ごし、ガと牧への研さに努めた。1841年17歳の時、死に従って、日光、王宇の名所旧跡を、巡覧。1845年21歳の時には、 小田原江ノ島など、湘南地方に車生旅行に出かけている。これが縁となって1850年に、鶴岡八幡宮の重宝修理に携わっている。さらに死より旅費をもらって、1856年2月から1年、あまりかけて、京都、若浦、琴平、小倉、長崎などを遊歴して車生している。1859年35歳で独立。 浅草榊肥原二重し、袋諸小丸里などの注文を受けて、陰道やキセル島などを制作した。明治維新後は、1873年ウィーン万国博覧会に、薪絵学を出品し、進歩勝敗を受けたのを皮切りに、内外の博覧会で受賞を重ねる。日本美術協会の委員も務め、1890年日本執行会の発足にも関わった。同年の、 第三回内国官業博覧会や翌年の日本美術協会美術展覧会では審査員を務め1891年に死の世信が亡くなると執行会の第一人者となった1886年には世信の次男柴田信也と自身の長女を目合わせることで信也を無垢用紙としたが世信の死の直後離縁している年月日には 提出議原因を拝命。1903年に病没。墓所は浅草今との正福寺にあり、死絶にや一時は養子にした深夜の側で眠っている。弟子を多く養成し、その一派は住んだ場所から野源堀派と称せられた。かぶらききかたは、腰肩の木で耐震に触れ、竹の高い、江戸の生き残りの人によく見る長顔で、反白というよりは、 白髪の多いのを伸ばしたまま書き上げた、恩願で物静かな、見るからに名称と呼ぶにふさわしい良い風格を、備えていた。後人、芸人、その職の何たるを問わず、道を極めて至り尽くした人のみに見られる、豊かさを、今にしてか減り見ると、まずこの人の表情が思い浮かぶと好感を持って、記している。しかし、現在確認されている大臣の作品は少ない。 ありがとうございます。